こんにちは。栗原さん一緒です。じゃあ、お待たせしました。予約行けます。写真を見て面白かったです。写真。青いの海ですか？青いの海です。で、こっち側に行くとすぐに切れる可能性が。さっきこっち繋がらなかった。繋がらなかったから。探さないでください。から上りずっと上り入るかな、どうかな。鳥柄タイム。よいしょ。はあはあ、しかし足の疲れが3日目の割にはそんなに筋肉痛は残ってないな。ただ全身が負荷に耐え続けるのが辛くなってる。早く船に乗りましょう。鳥柄さんが正解。鳥柄さんです。私また今唐揚げさんとか言ってないだろうな。昼寝しますね。昼寝、了解。最南端に到達したか。最南端、南端っていうとこには行ってないかな。あれこれどうなってんだ。まあでもこっちでいいのか。うわ、えらい勾配ですね、ここは。5時ぐらいかな。まあ5時でもなんとか、新幹線は3時間かからないから。配信すごく面白いです。ありがとうございます。本当に生のままの映像なので臨場感だけは、まあでも FM リじゃないとな。ではないです。筋肉なし。お疲れ様です。わ、なんだ、ひどい坂だな。よいしょ。うわ、これ局所的にえらい勾配ですね。 13.4% とかもっとあるかもしれない。ありますね。うわ、しかも続いてんのか、これ、この勾配が。放送の方も完全に動いたのかよ今。いいタイミングだったけど。うわ、すごいな。登り出したら I can stop、 止まることができます。放送は4時か5時ぐらいまでかかりそうですね。うわ、足に、うわ、鳥柄さんという方と同行してます。ちょっとこの勾配いつまで続くんだ。すごいな、これ。あれでもこの先なんかまた池とかあるな、ため池あるな。足痛いわ。色っぽい止まれるな。心外です。すごいな。上に上がると電波良くなったのか。せーの。いや。上り坂にハーハーしてますよ。この上りがでも300ぐらいまで続くんじゃなかったかな。何
なかなか終わらないこの登り。でも急勾配ってことは一気登るから距離と時間は短く済みそうなもんですけどね、少なくとも距離は。この影は時原さんなので、影、はあはあ、こっちじゃないか、登り坂道、はあ、フェチというわけではないんですけど、はあ、峠道は好き。ただここまでの勾配は体に良くない。でも、この勾配長すぎますよね。この勾配で、あ、でもちょっと緩くなった。こういうの登ってると 5% が 5% が平地に見えてくるから不思議。あ、ミミズ頑張れ、早く避難しろ。お、サメ池のとこだ。じゃない、これ棚田か。この柵は多分イノシシかなんか対策ですかね、この低さは。そういや、あの紀伊半島の方の丸山千枚田って、あの確か有名なのが丸山だっけ、千枚田もすごい勾配でした。そういえば、はあ、さりげなく進む鳥原さん、わらわら、登る最後のギアを使った。またきた。あ、いや、そうだ、後ろ2枚道正しいです。そう、あんまり遅く登るのも人によっちゃ苦行ですね。あ、なんだこの実は、なんかやたら酸っぱい匂いが。何の実だろうこれ、赤い。おお、これまっすぐか、まっすぐって右か。でもちょっと写真撮るかな。色っぽいの勘弁してください。そうならないように努力してるので。あの、あ、そっちです。母音をできるだけ入れないようにしてるので、はあ、はあ、じゃなくて、はあの方がなんかクールですよね。クールこうこう。今回は獲得標高948m、 948、ルートラボ出るんでしたっけ、累積のやつは。まあ細かい誤差まで含めたアップダウン全部でですよね。あれ、ある程度慣らして計算したらだいぶ減ると思うんだけどな。なんか赤い実がたくさん落ちて腐ってました。浅野公園、お、よっ、お、あー、青いトトンボだ、青いトトンボ。あれ、最初二人全然やる気ねえな。てかビビってる。ごめんごめん。すぐ通過するだろうと思って追いかけたものの、戻ってきたんでビビって引っ込むという感じだったかな。なに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 。おお、いっぱいいる。で、2匹かな ?3 匹か。白い犬が、周りがあんなに吠えてるのに、一頭だけ平気で昼寝し始めたやつがいる。あ、こっち見た。こっちは。なんか鳴き方が怖がってる感じに聞こえるな。酸っぱい犬来た。
食べない食べない。大歓迎わらわら。大歓迎。コンクリ満ちた。小林さん今日は違いますよね今は。でここも玉ねぎなのか。山の方でも玉ねぎ作ってるんですね。よいしょ。声で映像やっぱ行ってないですかね。ただこんな上の方なのにあちこち家がある。あ、間違えた道。どこで間違えた。あ、左ださっきの。間違えてる。すいません、こっちじゃなくてさっきの左でした。さっきのあの右か左かのところあっちでした。とりあえずここにトイレがあったら言い訳になるのにな。あ、いやトイレかこれ。トイレですね。しかし私は今特に尿はしたくないんだった。いいですかこれは。いいです。じゃあトイレの場所チェックしたということで、あと犬に吠えられたということで、この辺り公園になってるみたいですね。淡路、あ違う、浅野公園。しかしこんなとこまで。誰が来るんですかねここは。あなたと、てか公園になってんのかな。草が思いっきり生えてるけど、右の道とか。いや、というわけですいません。ロボさんの犬です。犬。こっち側の道の強行獲得使えないよな、油立って。かわいいわんこ。また吠えられるかな。あと右目に汗が入った。しみる。画像は来ないね。出しとこ出しとこ。うん、よいしょ。でででで。しみるしみる。ちょっと。地元の淡路島に来てる主がいる。淡路島に来ております。今日3日目ですよ淡路島。よいしょ。淡路島の皆さんご存知の今あの浅野公園をチェックしてきました。やった。でもこれから行く花さじきっていうところはそこそこ知名度あるんじゃないかな。でこっちでした。何か何だか分かりません。すいません。なんかこっちの方のため息、水がきれい。ずっと溜まりっぱなしじゃないよ。緑色になってるんですけど、こっちの池全然違うな。あれ？今そこから右に入るんでした。分かりづらい。通り。すな。ああ。今流れたってことは少しだけデータいたかな。どの道だ。うわ。電波。うん。実際弱いです。2000人。おっと。電波、イカ略、風の音、ジュジュジュを言おう。もっと強力な電波を。電波。すごいな。はあ、この川しばらくお待ちくださいの意味というか。お待ちくださいです。でもこの先も完全なくなるんだろうな、電波。山の中だから。
あんのかな。待ってよ。さっきの道ぐるっと回ってもよかったのか。まあ、あんま関係ないか。ほんのちょっとだけ。今と、あ、すぐに一回。変わった。ボス。動いた。現在地は地名が書いてない地図にも。あ、ちょっとあのポータルのあれみたいで面白いな。動いてますか今。今っていうのがいつの意味か分からんけど。これなんか左前方の山を回り込んで向こうの道抜けるんですけど、左回りとか楽だったかもしれないな。ほんの少しだけ。動いてます。頭がオーバーヒットしてました。妙見さんの近くかな。妙見さん、道路の両端にガードレールが、両端にどこなんだろう。映ってるのは静止画だが、エアコン25度に設定した部屋でガリガリ君をいただいています。そのガリガリ君は美味しくないだろあんまり。暑いのはだね。でこれ左手に山があって、右手がため池で、でかいなこの池も。淡路島の東西南北でいうところのどの辺よかばって。東西南北でいうところの東、あ、違う、かなり北の方です。今年の夏は涼しい。北の方の山の中。そうか、今ここまだ復活してないんでしたっけ。そう、北の山の中って。なんで全く同じことを。なんで今の全く同じ文字列なんだ。あ、アスファルト。日本の最南端とはちょっと違う。ガリガリ君、笑い。でもさっき登ってた時ほどガリガリ的暑さじゃないな。今の風もあるせいかそんなにむちゃくちゃな暑くない。北側ということは、まあ、あの本気で登ってないしな、今の国外だと。あ、時々。この先またちょっと道が太くなる。なあ、標高は今250m弱。おお、開けてきた。その分暑くなるけど。でも、カクカク。そもそも FMLA じゃないですからね今。はあはあ、チキンラーメンになったのかな。間もなく残りです。お茶の時間です。15時か。ああ。腹減ってないですか。腹全然減ってないです。あ、でも鳥川さんの体調はなんか大丈夫かな。暑さにやられてきてないかな、もしかして。ゲートラン、鳥原さんは今後ろです。360メートルのピーク目指してるのかな。360メートルですかね。いや、山ピークは行かないので。なんで山にいるの。なんで山に。2210ユーラーメル先にトンガラ東京タワーのところを出てきたぞ。笑いかやく、何時の電車に乗る予定ですか。電車
車、新幹線は何時だろう、18時、19時ぐらい、あと空きがあればなんですよね。3連休最終日の夜だからな、最終新幹線とかになるかもしれない。面白い影。これはノートパソコンですけども、画質的にはあの汚い方の画質です。ワンワン 100% 吠えられる。 100% そんなに衝撃的かな。見つかった。結構リアルタイムですね。これでどうだろう、あの2つ目の でっかい出っ張りを超えたのかな。まだ超えてないのかな。ちょっとルートラボ見てみるか。ちょっとあの山どんだけ越えたか、スカイツー乗ってます。こうあれ今どこだ、あれどこにいるんだこれ。嫌いな、そうかもしれない。まだこれか、この辺りか、ここか、今このどこにいるの、ここだろう、ここ今ここの辺りかな。この先トンネルあんのか。まだちょっと登るんだな、ここからで下って、でその後最後の登りがある。東京タワー、淡路島は半分から南側だとテリトリーなんだけどな。テリトリー、カメラからガーミンずれてた、わら。あ、カメラから、おうおうおう。まだ2個目のピークにたどり着いてなかった。あ、1個目のピークに。もう少しで下り始めて、一気に下って、でその後また150登って、あと終わりのはずです。終わりというか細かいのいっぱいあるんですけどね。さっきのきつかったっすね。ねえ、あの急勾配、あのルートラボのあれだと見落としてた。あそこ難所ですね。ワンモアですね。ん、ワンモア、ワンモア、セ。これはどっち？こっちか。まだなんか登り入らないな。鳥柄さん、なんと今映ってますかね。一番目のピーク実はまだ超えてなかった。それでもう3時だよ。でその後下ってもう一個登って、でももう一個の登りはせいぜい150ぐらいなんで、その途中にある細かいアップダウンがどんだけダメージ食らうかかな。ジェノバ、まあ最終とかいう話はまだ全然大丈夫なんですけどね。駅どこしてる人、してる人ですが、鳥柄さん、鳥柄さんかっこいい。鳥柄さんもなんかスマホ、 iPhone があったら iPhone とか Android でもいけるのかな。手元でなんか鳴らすことはできるんでしょうけど、でもコメント聞いててもろくなことないかもしれないしな。今夜も1.5 倍、分かれる数字なのか。諦めない、リスナー批判。あの全員がそうだと言ってるわけではなくてですね、一部の人がそうだと全員そうなるんです。全員がそうだと言ってるな。今日の目的地は岩屋のフェリー乗り場で、そこからはフェリー乗ってで西明石まであと移動して、延長できてないですか。ちょっと50、でももう確認した方がいいな。もう反応しない。鳥柄さんの名前間違うとリスナーに、そうそう、過剰反応しなくていいですから。笑い、そう、私も人によっちゃ
イケメンと思う人もいますよ。誰にだってそう思う人はいる。国道ならもうついてますね、いくらなんでも。追い風だし。あ、ルート結構変えましたね。鳥柄さんは朝とついただいて一緒に走ってるロードの人です。ネタ禁止。いや別にしたくてもいいですよ。そこまでやると今度はそれ自体が暴走し始める。下道、下道というのはあの国道ってことですかね。あ、もちろんそれは、それはもちろん下の国道行った方が早いというそういう意味かな、なんですけどね。あ、これでピーク越えたかな。延長できてない。9回数えてたのか。延長はできてたっていうコメントだったかな、今のは。できてるっていう。よっ、できてない。危ない。危なかった。ん、30度近いのか今。山の上だからまだマシなのかもしれないな。今標高200だから、100m で 0.6 度気温が下がるというので、平地より 1.2 度ぐらい低い。あ、変わらないですね。あ、ここからしばらく下り間違いないです。ないとな。え、人が、うん、あ、おやつか。おやつね、おやつ。あ、ですかね。まあ、じっとしてりゃやっぱ暑いのは暑いです。特に日向は。私も一回間違えました。頭の中のあのモデルが固まらないんだよな、なんか。頭の中の鳥柄さんモデルが。っていうか名前と強力に結びつかない。実際そういう、ひらがなで読もうで、しかも鳥関係で頭の中で形作られるものが似てるんでしょうね。唐揚げとか鳥ガラとか。そう、ため池多いです。多分雨が少ないからだと思う。あー、スープさん。おやつ、焼き、おー、でも焼き鳥だとちょっとには違いますよね。いや、違わんか。いや、農作業やってる人結構見ますよ。向こうにも今一人いる。でもこの視界の中に一人しか見えないな。このルートは一応、あの、このルートは確かあのサイクリングコース案内の中に含まれているコースのはず。げんこつはなんだ。げんこつラーメンのげんこつか。お、いい声。会って帰りましょう。そういう無理な絡みはしない。生主同士の絡みは、私は自分の放送の、わあ、ほっそ、ほっそ、ん、なかった。今どこだろう。ん、南向き、北向き。ん、間違えないようにしないと。これで右に行って、うん、そしたら今のところ映像いてるのかな。うん、木陰で風が来たらかなり涼しいです。やっと痛い嫌い。左だな。車、あ、リアルタイムですね。ね、ラグなくなりましたね。よいしょ。今の人はなんか釣り、ため池で釣りやるのかな。何が釣れるんですかね、ため池で。鶏ガラの丸焼き食べて帰りましょうか。鶏ガラって丸焼きは食うとこあるのか。
よっこい小一。私はその世代知らないけど、よっこい小一。親父ギャグの代表として知ってる。うん。68。68。また芸能情報か。なんか芸能情報を引っ掛けるフィルターっていうのもないかなと思ったんですけどね。特定のキーワードで。冷たい冷たい冷たい方がいいじゃないですか、この暑い中。よいしょ。タンクトップ、タンクトップの人いましたね。スマホいじってました。今の人は玉ねぎ食べた？ん？玉ねぎ食べました。でも違いが分かるような舌は持ってないので。ブルーキルだったら入れ食い。あ、またさっきの実だ。あ、そう、一瞬放送見てるのかなとか思ってしまった自分がちょっと恥ずかしい。どんだけ有名人気取りだよ。あ、ん？この道は？あと向こうにまた海が見えて綺麗だ。ん？どうなってんだこれ。よいしょ。あ、GPS がハングしてる。GPS ハング。これ道路ですかね、草生えてるから。あ、本当にハングして、電源オフできない。あ、そうそう、ここ結構怖いですよね。電池抜かなきゃダメだ。これロゴ壊れないかな。シマンチュとの、昨日のおじいさんのあれじゃダメですか。いや、熱暴走、全然熱は出ないんですよ。そもそもそんな消費電力ないし。ん、何が調整。高速の近くだったと思います。ん、こっちみんな誰が。これ立ち上がり時間かかるんですよね。リスナー、あ、いや、今ここ出てないからそれできないでしょう。あと基本的に自分でできるから、一人でできるから。あ、鳥川さんがこっち見てる話だったのか。ちょっとガーミンがハングしちゃって、ガーミンが GPS がハングしちゃって、もうあの人が鳥川さんで、こっからこっから向こうのところ左に行くんですね。で、左に行くと高速道路が地面に潜ったばかりのあたりの上を通る。ならなくなってるんです。意味がわからん。なんでしなくなるんだ。あ、 GoPro 録画はですね、さっきも確認したんですけど、あれから1時間ぐらい経ったかな。ちょっと待ってください。こうやって iPhone で反射してみると GoPro の点滅が見えれば OK。高速道路は見えてないですね。すぐそこにあるはずなんですけど。あ、ありますね。すぐそこで地面に潜ってるんで、多分近くから見えると思うんですけどね。ちょっとこっち側にまず。うん。かわいい谷トンネルって言うんですか、ここの高速道路の。ボイス。あ、見える見える。既婚者かどうか、年齢、まあ年齢はほとんどバレたようなもんだけど、既婚者かどうかはまだ確認してないです。潜ってる。アスファルトタイヤを切りつけながら、なんかそれローリング族みたいな感じですね。あれ切りつけるっていうか、黒いゴミをなすりつけてるんだけど。二車線、そうですね、片鳥柄さんは何歳ですか。一方向二車線の鳥柄さんはこの放送のメインの視聴者層の真ん中より下の人です。あと28歳じゃない人です。ハンターでしょ。下が高速ですか。過去未来にわたって28歳で会ったことなどない。途中から1車線になる。1車線に。最近この辺工事して道が新しくなってるんだけど、実は新指名火薬。分かって分かって。何歳なんですか。まあ素直に言うと30歳から35歳の間ぐらいかな。
若い。基本的に自転車乗ってる人は格好も相まって若く見えますよ。だから皆さんぜひ自転車を、自転車、あのスポーツ、自転車によるスポーツをできれば旅行で、自転車旅行。私は結婚しないの、そういうことは聞かないように。そういうことを聞いたあなたには不幸が降りかかるので、1回聞いただけだったらまだセーフなんですよ。2回聞いたらダメですね。3回聞いたら即死すると言われてますね。アホモなのは2回で即死するらしいです。ロボさんの2段目は鳥原さんのケツ肌にも渡さない。 AM42 歳、まだ42歳になってないし。サドル、サドルはですね、サドルはいろいろと旅をしなきゃいけないんですよ。挨拶、まあ後ろからあのいきなり追い抜きましたからね。ネズミいましたね。何のネズミだろうな、あれは。あ、ここは、ここはどれだ。大丈夫かな、右で。黄色にいましたね。あ、黄色じゃない、黄色くないよ。そう、サドルを巡る旅が、っていうかサドルをいろいろ遍歴しなきゃいけないんですよ。遍歴するって言い方もおかしいな。ブロッコリーになってたらどうですか。ブロッコリーネタは、大元のネタを知らないんですよね。なぜそんなにサドルブロッコリーネタが面白いのかがわからない。元ネタ知ったら面白いのかもしれないけどな。俺もわからない。自転車のサドルって話が出たら必ずブロッコリーの話題は出ますよね。サドルは鳥柄さん。サドルが鳥柄さん。淡路市はこれ2位って読むらしいです。2位、今日最終日です。今日中に、あの18時前には新幹線に乗りたいが、フェリーで渡れるかどうか、あ、フェリーが何時になるかっていうのと、あとチケットが取れるかどうか、後者の方が非常に危ないです。最終の新幹線いつなんだろう。最終の新幹線。初期サドルが硬すぎてお尻がやばい。うん。今ここ働いてますよ。初期サドルは結構。今ここは今動いてないらしいですけど、サーバー。ロボさんの生放送も今日で最終回か。今日で。あ、今までありがとうございました。連休最終日だから東京行きは混んでるだろうね。うん、混んでますよね。ロボさん。サンライズセット、寝台、私なんか苦手なんですよ。今日は横浜のうちに帰る。人い郵便局？横浜さん。ブロッコリー、あれ本当に事件が元なんですかね。ネタ、それをネタにした事件もさっきありましたよね。新幹線のチケットは西明石から新横浜。夏休みは北東北、青森県じゃない、また間違えた。秋田県東根室から北上か内陸か向かって青森行って、アニメなのか、終了。本当か、それ本当の可能性が高いからな。ゼロってことはないんじゃないですか。最終資格はさすがに空いてると思いますよ。あ、ツーリングの、そういう意味だったのか。秋田美人、秋田、またかよ。秋田と言ったら、自由席、光は確かあったと思います。どこ始発の？新神戸始発があるんでしたっけ？あ、発掘。小玉か、小玉だとどんだけかかるんだろう。新大阪からの自由席で OK。 新大阪、へえじゃないや、なるほど、了解です。新大阪まで鈍行で行ったらさすがに時間かかるだろうな。 SE 誰かが後方警挙って、あのコマンド打ったから、あ、また泣いた、誰かコマンド打ったな。1時間か。ああ、小玉で行くといってもあるか。なるほど。
大阪、まあ指定席で1本で帰れれば楽なんですけどね。うん、あの光で帰れれば、今日あの今回来るときには光で1本で来たんですよ。SE すいません、ないです、嘘です。私は嘘です。西の駅淡路って、西の駅淡路っていうのは一昨日寄ったところかな、最初に岩屋から北上して寄ったところかな。だとしたら今日はあの岩屋から北には行かないので、そこあの寄らないですね。ビワソフト食いました、あそこでは。あと玉ねぎソフト、未だにまだ食ってないんですけどね。なんとかファームにあるって友達が書いてたな。ん、アイオイ、アイオイってどこだっけ。あ、よかった、今一緒にちょっとしばらく GPS 見てたかったからはっと思ったんですけど、よかったよかった。うん、明日お仕事です。ざまみろ、私意味わかりませんね。明日の朝は7時前起きぐらいで、7時過ぎの列車に乗って、で明日は職場でおねんねで、シャレにならないな本当に。あのこういう疲れることした日はですね、スパッと寝られないんですよね。だいたい2時とかになって間に合わない。ざまサイコロでどうやって決めるの。サイコロで、なんでサイコロ前提なんだ。日焼けの言い訳、ちょっと皆さんに追いつけるようにゴルフの練習をしていたので。ファームパークですかねって書いてあったかな、どうだったかな。うわぁ、具体的な、うん、明日は検証した機械のメンテナンスですね。機械のメンテナンス、そう、自転車なんとかしないとな。トムト、この状況見てきたけど、19時以降は指定席もところどころ空席になってる。やっぱり大丈夫ですよね、あの遅いやつは。サイコロ冗談じゃない。伊豆が。風そこそこ。サイコロ。自転車はサイコロ絡める余裕ないです。この辺りまだ上り入ってなくて、ありがとうございます。何が？サンライズはちょっとな。北九州。うん、映画があったり。そう。ああ、サンライズ満席どうだろうな。職場の？誰のどこの話だ。立ったらってなんだ。てれてみたいなもんかな。この辺りアップダウンがずっと続いて、登っちゃ下りなんですよね。あれもまたピックかな。うわー、登ってる。あなたのまだ本格的に登りに入るまではしばらくあります。折りたたみ式じゃないんですけど、普通のマウンテンバイクとかロードバイクは車輪外して袋に詰めれば電車持ち込めます。ただラッシュ時間とかはまず無理。あ、指定席に、あ、どこだ今の。新横浜まで光で1本で帰れますけど、あの少なかったかな、一直通してるやつは。この格好だとさすがに怒られる。出直してこいって言われる。ん？ M。高速はさっきあの上と通りました。これ何か。通勤一応スーツです。レンタルそんなで鍛えないでください。周り迷惑かけるなよ。
と言って私はあれお、あ、もしかして、あ、鳥ガラさん暑さにやられてる。鳥ガラさんは結構今後ろに離れてる。鳥ガラさんはこの明石に渡ったらもうすぐお近くです。鳥ガラさんはなんか少し暑さにやられてるっぽい。今日28度と聞いています。捕まる。同棲してるのは嘘。あ、やっぱり少ないですね。ロボってあだ名知られてますけど、っていうかサイバーサイクリストって文字列の方が面白がられてるかな。サイバーサイクリストだからとか言われてるから。いや、私のはよっぽど水飲んでますよ。あ、水ばかり。そうか、真水ばかりってことか。あ、うまいけど、これでお茶なくなるな。自販機見たらまたお茶買うか。多分あのゆっくり走って火に炙られ続けてるのがおそらくあだになってる。ちょっとあんまり あの辛そうだったらやむなくルートを変えるかな。やむなく。あれ、変えられないか。これ逃げ道ない。ここもしかして。サイバーサイクリスト、電子機器依存という自重的な意味があるというのを多分後で考えた。あと15キロぐらいですかね。そんな残ってないかな。でもアップダウンがあるんで辛いです。結構今やられてますか、暑さ的に。大丈夫です。あ、大丈夫ですか。あの、はい、遅いスピードでゆっくり上がってきた方が楽なんで、あ、そうですか。あ、じゃあそりゃもうあ、その方がそう、疲れが後に残らないのいいですよね。心拍は結構自信あるんですよ。あ、心拍、はい、筋力は全然ダメですけど。あ、じゃあ今かなりくるくる回して。そうです、そうです。あ、でも気づかったらルートをとか私が言うのもなんか屈辱的に追われるかもしれないような。自分のスピードは自分でよく分かっているので。トリガーさんロードで、私はマウンテンバイクです。うん、地元の人自転車で移動。ん、私は旅行中で淡路市内に3日目です。今日で一緒に走ってる人は今朝あのホテル出るときにあのリアル凸していただいて一緒に走ってます。直してもらえてないです。昨日の夜ですよね。あ、サル滑りかな。本当は自分が、まあ私はきついっていうのは散々言ってるじゃないですか。今さら何言ってるんですか。私がきつさを少しでも隠したことありますか。兵庫の人、ピーク、いや、これは本当小さいピークですよね。何キロ一周だから3日間で200キロも走ってないですね。1日に50キロぐらいずつ走ってます。少しはきつさを、あ、わかりました。ほんの少しね、ほんの少し。たまに思い出したように隠すので。高温注意報、こっちはそこまでは少ないですね。負荷に、いや、別にそうじゃないです。疲れができるだけ残らないように走るっていうのが私のポリシーで。変な音、そうなんですよ。あの、走ってるとしなくなる。多分明日の朝またがると、なると思うんで、自転車さんに持っていくときにはそれは貯めとかなきゃダメですね。あ、峠行きますよ。ロリはな、うん、どっからどこまでがどうなのか、どうなんですか。ロボは核融合炉積んでるから無限だよ。
登りの時にさすがに息継ぎみたいになるんできついですね。そうそう、響くので、風、ああ、いや、辛い状況になるとテンション上がりますよね。雨が降ってきたりするしてもテンション上がりますよね。うん、何が大変？軸あたりがどっちなんだ、 JC なのか JK なのか。まあ、お、うん、こっからか。そう、マリオさんの業界では 坂道はご褒美です、業界ではご褒美ですっていう、あの言い回しもどっから来てるんだろうな。ここからですね。でこれが多分最後のでかい登りで、はい、だと思います。ここから逃げ道ないよな。いや多分放送されてないと思います。放送されたことはないですよね、おそらく、はい、よっで、淡路花さじきって書いてあるんで、これあの一昨日バッテリー充電していただいたイヤスさんにも教えてもらった、あのナイスプレイスです、いいところです。でこれの上りが、今150だから標高300オーバーぐらいまでだから油いやさせてないんです、油持ち歩いてます。標高差150ぐらい登るのか。で勾配がどんぐらいだったかな、結構きつかったような。まあ150ぐらいだったら別に死ぬことはないので、ね、あというか私もそのぐらいで行きたい。絶対その方が後で疲れないから。よっと、ロリさんを284、あ、300ないんですね。よく考えたら100メートル台ぐらいの上りだったらどうこういうことでもないんだよな。ところが最近はなんかそれが妙に辛くて、でも今日はなんか終盤になるほどあの坂道慣れてきてます。あ、ババって言うなよ。そう、あの年配の方には私は人当たりが良いらしいですね、かなり。だってなぜか若い女性にそういう風に接されたことはないな、接してもらったことはないな、いただいたことは、いや、そうでもないか。八丈島とかだと、いや、今日帰れます、帰れます。120、そんなもんですか。鹿児島では大阪の女性と、大阪の女性と書いて大阪の人と、うわ、やっぱひどいなこの坂。はあはあ、よっと、はあ、入るわ、入るわ、はあ、入るわ、これもひどいな。ヒント言うなし、マダームさん、昨日はデル頼んだの、デル頼んだ、デル、 DELL ですね。はてか、あの泊まるたびにですね、あのまた上げつらっていいですか、私上げつらって、ホテルに泊まるっていうことになると、あのデリヘルは読んだのかと、低チャンネルは見たのかと、しこったのかと、あとなんだっけ、どんだけ好きなんだよ本当に。あの下ネタ苦手っていうのもあるけどあまりにも同じすぎだろう。手上げつらさせていただきました。健全でしたもん。正規表現、だって毎回同じこと言われるじゃないですか。飽きたわ。いつもまあそれが普遍的な人気キーワードってことですよね。なんかいくら禁止しようとしたらつら無理なんですけど、毎回こういうやさせてもらおうかな。てか最近どうも私はリスナーさんに対して平気でこういうこと言ってますね。大手気取りになってんのかも。伸びた。処理はするんだよ。やめたら、なんで呼んだの。
峠入って、あ、ここが緩くなってきたな。レベル、レベル落とすは、あ、なんていうかモラル的なところを落とすとって意味かな。あの、新聞の釣り広告で言うと、なんとか地震とか、週刊、あ、週刊なんだっけな、あの釣り広告見てると、芸能界の下の話でをなんか大々的に書いてある文字列見ると、あーあーと思いますね。帰り、あ、大丈夫ですよ、これも登り終わったら、あとはもう、うん、結構うまいな水広告、あの、誰だ SE のコマンド打ったの、登りやっぱ辛いです。てかまともにやり取りできなくなってきますね。ピザ、暑いけど今日の前半ほどの暑さじゃないの、全然。今のやつうまかったですね。うん、ニコマコメントランキングのキーワードってことかな。水割りときたか。母も SE ですよ。コマンド誰か打たなくなったらピタッと止まります。あ、大丈夫です、上りはもう終わりました。いろんな意味で、いや、まだピーク行ってないと思います。標高まだ200、どうだろう、300近くまで行く。誰か撃てるから、あなた以外に。でも風が涼しいんですよ。こういうとこ走ってる状態だったらこの風は歓迎ですね。どっちから吹いてきてるんだこれ。やっぱり 南東の方から吹いてきてますね。いや、今きつくないです、全然、今楽。そう、メットの上です。ビデオカメラとウェブカメラがあって、じゃあ、額の上あたり、影には見えないんですけど、ウェブカメラつけてて、で上にでこのシルエットで頭の上出っ張っているこれはカブトムシが。角になっているのは GoPro HD Hero 2っていうあのビデオカメラです。この映像を後でこの皆さんのコメントと一緒に合わせて YouTube にアップするんですよ、動画にして。ということどうだろう、読み上げも聞こえてますからね。結果どうだろう、あのニコニコよく見てる人がこの読み上げ声聞いたらどう思うんだろうな。この車載とかいうこういう放送のこと知らずに聞いたら、あのゆっくり声の、あの配信回収とかでみんなで大受けするわけだから、車載のこと知らない人がこの状況見たらどうなんだろう。キワーイ、いや特にカットしない、めんどくさいから。ここからまた登りみたいですね。残ります。未来永劫。まあもちろん誰が打ったっていう情報は残らないんですけどね。あの動画の方では。まあ、私はコメントログ取ってるからいくらでも追跡できますが。あの廃品回収のゆっくりレイム好きなのあなたは何回なんか同じことを言ってる人じゃないのかな。違うかな。そう、 YouTube 見てるは本当に。ただ私がイベントあるところの時刻だけあのポンポンイベントコメとかをもとにチャプターを打ってる状態なんで、それ以外のところは全部見る人はまずいないと思います、長すぎるし。ただ常に行くゲーム、ただあの左上に地図同時に表示してるんで、それをもとにストリートビューみたいな使い方するっていうのも
できるかなと思います。リホ吉田くん買えばできるんですけど、それを作品みたいなものに使うことはできないはずです。吉田くん声はあの滑舌がものすごいはっきりしてるから削除しても読み上げはもう音入っちゃってます。バスだ。吉田くんのお父さんは吉田くんのお父さんも吉田くんはあんま買わないんじゃないんでしたっけ。見た目も吉田ロイド本当よくできてますよね。あれこんな膨大な夜誰も気にしないよ。お題なまだでも花さじき近いですね。観光バスかな。んなんだこれ空淡路なんて書いてあるんだこれ。おおう、なるほど。鳥さん、大丈夫かい。この先馬。自分の読み上げできるソフトできるといいね。また自分の。残りは。照り返しで見えないわらわら。佐藤君に畑が広がっているね。鳥川さん、そこです。馬。馬。この先馬。なんか下に。なんとか淡路って書いてある。なんとかファーム淡路っていうのが下に隠れてるな。温泉、ああ、え、タノキャラできる。タノキャラってナビです。おひゃ、はあ、私の声は通らないんですよね。マイク位置もの関係もあって、さらに私の低音ばかりの声が増幅されてる。動画にするときにあのあんまり低音なところは削った方がいいかな。フィルターで先行。大丈夫大丈夫。モニカロイド誰。またこの先回って書いてある。バス。本当に私の声寝やすいらしいですね。あ、おやつか。花さじきでおやつ食べるかな。あ、淡路花さじき。うん。あ、フリグマンさんのあの人どんな生態してるんですか一体。ウォーターバッグあれ。洗濯が面倒そう、洗うのが面倒そうなのと、あれ冷たさ維持できないでしょう。私は未だになんか保温ボトルで冷たいものを飲み続けないと耐え難い体なので、まあある意味クーラー依存症に近いかな。保冷カバーあっても背中にあの接触してるわけだし、そう持ちませんよね。ケンタッキー、そうだ、マジ。あ、絵的にアシスト。あれ、これあのなんだっけ、スリップストリームじゃなくて、こういうのはツールとかだとなんて言うんだっけ、トレイン組んで後ろで風よけにアシスト。いや、今後ろから風吹いてますよ。風の風速に負けてます。いや、なんて言うんだっけ、スリップストリームじゃなくて、なんとかを使うみたいな言い方しなかったっけ。何でしょう、どこのフェルト。フェルトってどこのメーカーかな。あ、ドラフティング、それそれ。ドラフティング、嫌いな、嫌いとは言ってないじゃないですか。自分に合わないと言ってるだけですよ。ドロップハンドル全滅しろとかそんなこと言ってるわけじゃないんですよ。もうそろそろでも230、あ、花さじき結構近いですね。あと数百メートルかな。ドラフティングってあの知らない同士がやるのは自殺行為だと思うんですよね。前の人が何かやってもとあの反応できないじゃないですか。ハーモニーファーム淡路。あ、なんとかファームってもしかして
玉ねぎソフトあるところか。ベルトは結構そんなに高いわけじゃ。あ、お前いる。お前いる。うん、あのトリガーさんもかなり焼けてますね。ドロップハンドルは憎くないが、至上主義の人がいるのがちょっと。そういう。うん。腰。食べましょう。食べましょう。馬を。乗馬クラブ花牧場。あの中華の花の花牧場。あの花の部の花。ドラフティングテープってのがあるのか。なんかこの左側のこのなんだろう、牧草じゃないけどなんだろう、パッと見そばの花かと思った。そばの畑かと。いや、牛の匂い全然。あ、高速インター近く通るんだったっけ。淡路島名物の農民車。淡路島名物の農民車。飲み車って何ですか。テープで休みをやめるんだよ。何テープ。やった。あ、ちょちょちょ、また暑くなってきた。それにしても島坂、そうですね、休憩させて。島内部に入ったら、あ、そうだ、若い時は休憩は。あ、大丈夫ですか。じゃあ本当にそのペースで維持できるわけなんですね。そうですね。私はなんか瞬発的に行って、まあ遅いんですけど走って、で休憩するばっかりなんで。坂は登るのは辛いけど、こういう景色とか見るのが楽しいですね。3時半。4時には、4時のフェリーには間に合わなかったか。4時40分だったかな次は。で夕方5時には着いて、で西明石までの移動がまあ30分見とけば十分だから5時半といっても、確か19時台からの新幹線じゃないと。止まらせようとすんな。4時40分ですよね。結構山の上の方でもいろいろやってますね。牧場があったりで、花さじきがあと 2,300 メートルかな。とりあえずまだ花さじきで食べようと思ってます。フェリーは16時40分目標。17時20分でもまああんま変わらんかな。遅い方の新幹線しなきゃ空いてなさそうだから。はあ、最後の時間が、私自身が楽しむためにはそうですね。バトル。7キロ。あ、意外とありますね。あの、さじきもうすぐ。これ牛かな？違うかな？うお、この先馬のあれだ。あ、牛だ。新幹線は寝ますか。新幹線寝ます。夜用のシャツに着替えて寝ます。こんにちは。八歩。結構端っこ歩くように。こんにちは。あ、すごいな、なんか。着ているチョッキみたいなのが防弾チョッキにしか見えない。タイムスリップ。さすがにこの先馬。和骨言うか、そんなことは。そんな、淡路島なんか今日が一番いろいろあって面白いな。
昨日もまあまああったけど、一昨日はなんか曇ってたせいか海の綺麗さが見えなかったんですよね。服は黒い、ユニクロの黒い短パン、薄いやつ、あのあすぐに乾くやつで、上がスカイっていうなんかチームのジャージ、スカイの詳細知らないんだよ。なんか青と黒のジャージです。どこに登ったこと、登ると言ったら富士山か、富士山は一遍登ったことあります。はあ、ここだな花さじき蹄鉄、はあ、筑波の動画はですね、ああまだだな、まだあの重ね合わせるコメントの画面をキャプチャーしたりしてるとこだったんで、もう少しかかります。はあ、でアップしたらあのピットストップ筑波北条さんにのブログとかにあの書こうと思ってるんですけどね。どうだろう、ここでピークかな。あ、でもそんなもんですかね。で花さじきに寄っていかなければ、花さじきがちょっと有料なのかどうかわかんないですけど、はい、休憩兼ねて、はい、ここから下りですかね。もうなんか後半に来るほど体が慣れてきたな。今ここは多分サーバー負荷じゃないですかね。他の方が見られるんだったら私の方で再起動をかけます。うおー、なんていうか 花とかなくてもすごい景色。あれ明石海峡橋だな。許されてる農作業者、どれのことだろう。なんでわかると言わせたがる。そのうちはねとわからない人に言ったらみっともないことこの上ないじゃないですか。お、中にホイールと、うわすごいなあれ。写真は、そうですね、あの自転車すごい、咲いてる咲いてる、うわ休憩が卑猥って。またよいしょ、いいですか、よいしょ、職業秘密。はあ、すごいすごい、これどっからの景色が一番いいんだろう。やっぱあそこからなのかな。ちょっとあの FMLE が使えないのが残念だ。話しかけるにあたってカメラ隠さなきゃいけないんで、カメラを覆わないといけないので。聞こえるの、聞こえるからちょっと話しかけづらいな、こりゃ。FMLE 試してみるかな。まあダメだと思うけど、ダメ元で、ダメだと思うからダメ元で。あ、そうですね、ロープロープ側は OK できてます。落とし持って隠しながらっていうのもなんかあれなんだよな。じゃあちょっと FMLE に切り替えてみます。よいしょ、じゃあちょっと切り替えます。よいしょ、赤い下の国から、ここは花畑なの。あっちは河原いて。わらわら。よいしょ。どうだ。ああダメだ。FMLE 復帰できず。まあ綺麗、綺麗になった、綺麗になった、超綺麗になった。ほらこんなにぬるぬるにぬるぬるに。嘘です、すいません、やっぱり FMLE 吹きできません。綺麗ですけどね。どうしようかな、これ512にしたらまあまあかな。嘘です、すいません。あ、今切り替えられたかな。肌のさんに期待って、定例みたいになってくるとちょっと私はどうかなと思うんですよね。ちょっと今512にしてみました。これでだいぶ解像度上がってコマ数はむちゃくちゃ落ちたと思うけど、どうですか、少し綺麗になりましたよね。ただちょっと画角は狭くなったはず。640×480 するとちょっとむちゃくちゃ紙芝居もいいとこになるんで、
うん、じゃあちょっとこれポタファイ持って移動しましょうか。こんにちは。すごいな。ちょっとじゃあこれで隠さないといけないか。トレーラーですかこれって。あ、お子さんと一緒に。ちょっと私はこれ放送しながら走ってるんで、こっちがウェブカメラで今隠してるんですよ、勝手に映さないように。でこっちはビデオカメラで録画してるんですけどね。でこれ見てる人のコメントがここから流れ続けてて、失礼なコメントも聞こえ続けるからあんまり近寄れないんですよ。え、でもこれで登ってこられたんですか。あ、なるほど。お子さん2人が乗車されたトレーラーを引っ張ってここまで、花咲まで。あ、私は3日前にジェノバラインで渡って一周やっと終わろうとしてます。ええ、ちょっと写真撮らせてもらってもいいですか。これ公開するわけじゃないので、公開っていうかでもダメだな、公開できないな、これだと。よいしょよいしょ。顔出し NG はこの3人で、顔出し OK は私だけです。あ、そうですか。あ、じゃあ加工したら写真は、あ、ていうかそういうのご存知なんですね、よく。じゃあこれは、すいません。じゃあ、ありがとうございます。じゃあちょっと加工してウェブアルバムに使わせてもらうかもしれないです。あ、そうだ。じゃあこうして、いや、あなたたちの存在は聞こえまくってますよ、外に。音声切ったらなんか陰で悪口言ってるみたいになるの でもしよかったら自転車活動名刺です。あ、すごいです。裏でいろいろあるので。あ、すごいな。それは稲谷っていう長野県の、それも放送で行った時なんですけど。いいな、稲谷ですね。その河岸段丘の上から虹が見えて、でこれで辿っていただければ、これニコ生です、こっちの方は。でこっちで撮ったやつ後で YouTube に上げたりするんですけど、ここのところモザイク全面的にかけますんで、はい、すみません。お散歩くるくるのあやちと申します。あれ、お散歩くるくるのあやちさんは私は昔からよく存じてますが、見てました。ありがとうございます。かなり昔からですよね。そうですね、結構前から。私も前から のサイバーサイクリストのホームページやってて、それであちこち見たら相当前からですよね。相当前からですね。十何年か。そうですね、2000年モデルで乗り始めてますから、ね、結構も。ああ、こんなとこでご本人に会うなんて。ありがとうございます。ありがとうございます。また自転車で遊びましょう。まだこういう、すごいな、講じられてますか、もしかして。この趣味は講じられちゃってますか。すごいな、これだけ牽引して登ってこられるっていうのは。あ、そう、お散歩くるくるっていう、くるくるはロゴ上はこういうアットマークかでしたよね。リンコアットマークアットマークで、でもアットマークは検索だと引っかからないか。いや、知り合いじゃなくて、私が昔から知ってるブログ、ホームページかな、ブログかな、携帯はホームページからのリンクでブログとかですかね。ブログもありますね。ですよね。じゃあ失礼しました。ありがとうございます。状況わからん、すいません。じゃあ遠目にちょっとこうで、あ、ちょっとまだ解像度高いな今。あ、さよなら。お散歩くるくるさん、私昔から知ってるんですよ。そこ最近ちょっと頻繁には見てなかったんですけど、あ、URL ありがとうございます。で、すごいスピードで走るな、奥さん。お散歩くるくるさんです。あやちさんはですね、あやは文って書いて、あやちさん、ちは何だったかな、文という文字が入るのを覚えてるんだけど、そちらの方なんですよ、びっくりしたな。あ、外部バッテリー切れたな、取り替えよう。秘密の密会。
簡単に。結構昔からされてるんで、あの検索でも引っかかりやすいはずですよ。私のあのホームページも昔からやってるからロボさんとかで引っかかるようになってるんで失礼しました。いや、そういうつもりではないですよ。そういうつもりではないですよ。まあ一部入っそういうつもりも入ってなくはないけど、ちょっとお騒がせしましたってつもりで言いました。いい子結構ですかね。 15% 今のは人間だろう。今のはコメントだろう。やっぱりそう、散歩くるくるさんに偶然会いました。そう、確か散歩くるくるさんは証券社で昔からあのされてたんじゃなかったかな。写真覚えてないんだけど、ネット上の全裸で視聴したのは俺です。全裸で、あの奥さんが今乗っていきましたよ。キッズトレーラーであのお子さん2人乗ってて、中からバイバイって言ってました。あ、ザウルス、あやちさんです。昔っぽい、だって昔デザイン的には変わってないんだったかな。いや、失礼なのはすいません、あのそこまで言ってます。はい、その通り、そう、私は全体的にはそういうふうに把握してます。じゃあ、お利口さん、今のは、今は結構そうでしたよね。愛知さん、どこの人だったかな。関西の人だったっけ。あーっと、トリガーさんですよ、ですよ。あ、アジのページある。あの昔からブログとかホームページされてる人で、私も知ってました。バイクフライデーでしたっけ。ああ、だったかな。さすがに GPS は隠しとこう、後ろに。これで見つからない。で、ポタファイ持って、こんなとこでエアチさんに会うとは。で、私はとりあえずトイレで顔洗いたい。そのためにどこに置くかな。トレーラー必要になるかもしれませんね。そんな時期が来るといいな。神戸か。なるほど。じゃあ、しょっちゅう来られてるんですね。にしてもすごいよな。子供嫌い、よくわかんない。慕われるとすごく楽しいけど。じゃあ、ちょっとトイレ行ってくるので、トイレの前を映しとくのもあれだしな。見ときましょうか。あ、すみません。じゃあ、はい、これで。あの、私は映らないようにして。あ、いや、あの、いくらでも映っていただいて。壊れかけてますね。斜め作ってあるんじゃなくて。危な。はい。自動延長されたみたいです。あ、大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。
戻りました。さっきバンタが脱いだ状態だとものすごい髪がベタっとしてましたね。ヘルメットかよっていう状態でしたね。これ聞き慣れてる人はかなり耳ざとく聞こえるはずですよ。でも動きが今ほとんど開けられない。お父さん、マオですか。アイス、ああ、そうか、ソフトか。ソフトですね。私の声が聞こえないですか。私の声どうですか。音量。さて聞こえますかね。下げますよとしてるな。ソフトは何がある。あ、これもビワだな。ミルク、抹茶、ビワミックス、ビワ。ソフトかな、どうかな。あとやっぱり店の中この状態じゃ入りにくい。ちょっと自転車近くまで持ってきて置いとこう。そこにあなたたちに待っといてもらおう。いや、大橋渡れないんで、ジェノバラインっていうフェリーで帰ります。ボヨミで、でしょう。待っといてください。うん、どうでもいい。寂しいよ。荷物、あ、私の荷物今一瞬だけど映りました。隔離ってあれどういう意味なんですかね。なんとか隔離っていう文字列見るけど。いや、ソフト食うにあたって近くに自転車持ってきておこうと思って。そう、ジェノバラインです。こっからこうして、まもなく4時か。4時40分厳しいかな。あ、そっか、その前にまずアイス食う前に景色見よう。景色、お前らか、お前らですよね。うわー、すごいな。時間、そうですよね、40分じゃちょっと間に合うか。うわー、すごい。鳥さんをうまく使え、鳥さんを使え。あそこに明石海峡大橋でいいんでしたっけ。まあだと思っていますけど、明石海峡大橋の橋中、あの上に出っ張ってあれだけ見えてますね。どうして売店、今何時、今は15時59分じゃないですか。とりあえずソフト買っとくか。ウェブカメラです。じゃあちょっとあんたら黙らせて置いとこう。そう、飯よりアイス、違う。よいしょ、よし。17時までですね。ええ、とりあえずソフト。
バニラ、バニラ、バニラ300円、うまいけど、すぐ溶けるな、うん、うまい、うん、あ、あ、フレームに、ビワが溶けやすいんでしたっけ。いや、あのどれも溶けやすいみたいです。バニラも今えらい勢いで、なんてなんて、何の話してるんですか皆さん。うまい。やっと色が入って落ち着いてきた。これ映ってるんですかこれ。してない、もしかして、うん、結構、あ、ま、結構速度に勝ってますね、溶ける速度に。ん、これ映像映ってないのかな。コメントの内容からすると映ってないっぽい。まあ、映像チェックはとりあえずアイス食べ終わってから、うん、ここは淡路花桟敷、うん、何を言ってるのか全然わからない。やっぱり映像行ってなかったのか。あちゃち。ふらはぎはえらい暑い。あ、行ってないな映像が。あ、そうか。私がポタハイ持って移動して切れたから。あ。再生クロック。あちちちちちち、日差し強すぎ。僕ら、エイコや、露骨な米稼ぎ来た、不審な書き込み、米稼ぎ普通のてめえらってこと、わらわら、アナン、はよ助けて、どうした、あ、あ、復活してる。私がポタファイ持ってっちゃったんですね、すいません、私のせいです、多分私のせいだよ。どうぞどうぞ。というわけで、アイスはもう食い終わっちゃいました。からまた間違えた、また間違えた、また間違えた。
鶏ガラさんもの、あのビワミックスのやつ、私が初日に食ったやつと多分同じやつだと思う。すいません、私のせいですね、切れたのは。でも復活した後もずっと上り速度上がってなかったな、なんでだろう。そう、皆さんがあのコメントだけ聞こえてて、この人たちは一体何を言ってるんだと思って頭大丈夫かとか思ったんですけど。というわけで売店は17時までじゃないですか。まあ買ってきて食ったけど。今あの花咲きまで来てます。からって言いかけたじゃないですか。言いかけただけだけどな。アイスはちょっとあの放送チェックする暇なんかなかったんで、アイスの溶けるスピードに対して。言葉今腰につけてるんで、店に行ったらというわけで、ちょっと周りの人がいっぱいいるので、一旦コメントを、あ、小さくしていくか。全く聞こえなかったら反応聞こえないしさ、うん、景色改めてお見せしますね。ちょっと今慌てて売店に行っちゃったんで。こんぐらいかな。私が食ったのはあのミルクソフトでした、普通の。うん、ノーゼリー。またかよ、またゼリーの話かよ。やっぱさ、徒歩の時だけ、ああそうそう、イヤホン、そういう使い方もあるんですけどね、取り出すのめんどくさくて。そしてどうですかこの景色。ふざけんなよこの景色、景色良すぎるだろう。じゃあちょっと私の方は2日目でちょっと忙しいのでお待ちくださいね。でも昨日も結構良かったですけどね。よいしょ。パノラマ写真のためにちょっとしばらく対応できません。ざけんなよこの景色。あ、そう、よそばのクローバーのマークはあっちにありますね。好きでしょう。ざまみろ。ここは淡路花さじき、淡路島の山の中にあるあのお花畑って言えばいいのかな、これは。こうして FML で見せたかったな。ザマミオ、淡路花さじき。いいよなここ、普通ついていて。そうそう、うわ風が。これは三尺バーベナ。三尺バーベナって何？三尺バーベナっていう花らしいですね。うん、これ結構好きですよね。風が強いと読み上げが全く聞こえない。ああ、上に展望台ある。なんてことない。ルがいっぱい映り込んでるのはどうなんだろうな、写真的に。うん、あ、いかん、これ柵の中じゃないか完全に。あ、いや、いいのかこれ、いいっぽいな。あのカップル映りは、あの入り込みすぎ、視界の中に。ちょっとこれも、あ、これも四つ葉のクローバーの形してんだ。爆発。よいしょ。よいしょ。歩いています。鳥ガラさんは、あ、まだあっちか。鳥ガラさん今向こうですね。まあ別にここはどこ、あの接近してなきゃいけないわけじゃないんで、適当に展望台へ。17時10分かな、フェリーは。エアキス、どうやるのエアキスって。おお、やっぱりこれも四つ葉のクローバーモチーフなんですね。この景色もすごいな。止まってます。
あ、止まってますね。あの転送速度的に。上に行ったら、あ、でも人がいっぱい密集してるからな、今。展望台に登り中です。離れてる。いや、なんかあの常に離れないように移動しなきゃいけないみたいな考えもあるにはあるので、でもそれやると楽しめないですよね。結構腰回りにされてるかな。一人ごと。パノラマで撮らなきゃいけないな、やむなく。今登りつくとダメですね。接続し直してみるか。 GoPro だと逆にこれ広角で歪むすぎて、いや、こういうところこそ GoPro だと全体見えていいかもしれないな。あとは傾きがどっち向いてるか、傾いてるか分かればな。まあ、変なことやらない方がいいや。遅い。あ、安定してきた。来ましたね。よし、来た来た。今この上の方に上がってきてます。音量なし上げさせる。まずその周り迷惑をかけるようなことって、私が嫌がることをさせたがる。ネズミ男どこに？どこだ？どこだ？ネズミ時間。反対がこんな感じ。おいらっしゃいませ。右の女。ナンパもネズミするかな、ナンパも。こりゃすごいよな。一昨日いただいて充電していただいたイヤスさんがおすすめって言ってたのもよくわかるな。これここには来なきゃ、まあ来たから言うけども、ここには来なきゃで、ちょっと待ってください、抱き替え、もう貴様最低で、ちょっと今パノラマ撮影のための写真、めくれろめくれろ、はい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 、よいしょ、よいしょ、ピント合ってるかな。白い女、行ってろ行ってろ、よいしょ。信用ない、全く信用してないな。ちょっとこれピントが合ったかどうか分かんないんで、マニュアルフォーカスもう一遍やろう。飛んでみましょう。あ、違うと、音がそっちじゃなくて、こう、こう、こうで、で、こうで、よし。この人独身です。よし。逃げた。動作施設がここでカメラ使ってるのは全然不自然じゃないよな。でこの雲もいいな。リスナーが一番可愛いなって一言も思ってない。一言も思ってない。どういう日本語だろう。手すり。下に。ああ、なるほど。まあでも
そこまでこだわなくていいかな。半端だな、我ながら。あ、ソフトウェアですね。Windows Live、Windows Live フォトギャラリーっていうのを使って、合成してます。あっちの、あれ神戸の市街地か。あっちもすごいな。原発もいいですよ。あ、そうか。こっちは明石、左側のあの市街地明石で、これが明石で、これ GoPro 動画でたな。向こうが神戸。やっと。新神戸駅は新幹線で来たんですけど、新幹線の駅の裏がすごいですよね、あそこ。山になってる。まあ山の中ちょっと歩いてみました。背広で。仕事で出張の時に。あそこすごい切り立ってるでしょ。すごいですよね。新幹線のすぐ裏に。よし。じゃあ、そろそろ行こうかな。でも16時40分ちょっと厳しいですね、いくらなんでも。まだ5、6キロぐらいあるんで、下りとは言っても、はい、今が、そうですね、新幹線が遅くしか空いてないから、私は19時以降の新幹線じゃないとおそらくは取れないと思うので、ええ、関空何段？1700？ あ、17時。16時40分の次は17時でしたっけ？おう、かわいい。あれ、どっから降りるんだっけ。あれ、そっちからじゃないと降れない。あ、降りられなくなるとこだった。あ、そう、明石焼きも食べなきゃダメですね。17時30分。17時か17時20分ですよね、フェリーは。フェリー配信するつもりです。神戸牛19時以降ですかね。まあ19時でも着くのが夜7時だと夜10時ぐらいに着けばまあ十分だな。反対、ぐるぐる降りられなくなるところだった。よいしょ。17時20ですね。そっちだったらさすがに余裕があるかな、少しは。あ、花さじきです。 ありがとうございます。お、こいつはこれスズメバチだな。もっとビビるべきだったかもしれない。明石で明石焼き食べたいです、私は。明石着いたら、下り階段が私は苦手でですね、駅の階段でしょっちゅう階段掘り落として足を踏み外してダーッとかいうふうにやってますけどね。あー、堪能した。本当にすごい景色だな。今日の天気がこれってのも良かったですね。暑いけど、自転車を置いたのはこっちだっけ。こっちでしたよね。食べちゃいますか、温泉。フェリーとりあえずので渡ってから温泉どっか探そうかなと。温泉というか銭湯。泊まったか。ウィンディングちょっとガリガリいってます。ケツ、貴様最低だ。全くほぼ寝た、ほぼ寝た。そんなにほぼが面白いのか。明日から仕事です。そりゃもう仕事です。階段落ちしないんです。すると見せかけてしない。タクヘリないですよね。ジェノバラインでやってきました。階段、いや年齢というか私は結構前からそうなんですよ。会社の人から病院行けって言われるんですけどね、健康診断でこれ説明しても何の役にも立たなかったんで、アドバイザーの人の言葉が。電車はまだありました。
出した。ちょっと待ってくださいね。お酢吹きさせるのはもう少し後で。いただいた。カッパもさらわれた。しかし膝のお皿はスペアだったのだ。今よみがえる伝説が生まれた。登った？よし。じゃあこれで棒読み音量も通常に戻して。はい。おう。逆に水不足とかなりそうですね。こんぐらいかな。大丈夫ですね。じゃあちょっと解像度また下げるか。梅雨明けかな。梅雨明け。今の人。うん、これで今安定してますね。FMLE できればいいんだけどな。カップル、来やがった。ガノンを置いた。出発ですか。うん、出発です。あとは、概ね下りのはず。上り返しとかあったかな。そもそも今ここがピークかどうかわかんないけど。何言ってるのって。何が？いや、デートスポット。デートの参考にしてください。カップルなんていなかった。棒読み音量アップと同時にコメントの品格もアップ。うん、品格も。今まではでも確かになんか低かったな。うん。ああ、関東地方そうですよね。割と外れた。さあ行きましょうか。行きますかね。うん。自転車の人、一応これおすすめコースの一つになってるんだけど、自転車の人は、あ、そうか、さっきあいつさんいたしな。自転車の人は、あいつさんのご夫妻と、もう一組どっかでさっき見たような、いなかったっけ？見たかどうか忘れてるな。あ、そうだ。ちゃんとあの、鳥柄さんはあの鍵をかけてたから、出てくるのちょっと遅いんだ。私は鍵もかけずにこの 人が多いところで一応かけるべきでしたね。今のところは鍵かけないに推奨してるわけじゃないです。多少減っても分かりません。俺がガンダムだ。お前がガンダムだ。いやいや、ちゃんと鍵かけてたからですよね。私は鍵かけてなかった今。